こんにちは、わしみです。今日はご質問をいただきましたので、そちらにお答えしたいと思います。いただいたご質問の方が、こんにちは、頭蓋骨がずれていることについてメールを送ったものです。先日はアドバイスをくださりありがとうございました。また何点かお聞きしたいことがありますので、再度メールさせていただきました。相変わらずダラダラと長くなってしまいそうなのですが、お許しください。まず最初にかなり前になるのですが、実は私は病院で顎の骨を切る手術を受けていて、その時の麻痺がまだ残っています。一見リンパケアと何も関係ないように思われるかもしれないのですが、これは以前先生がリンパケア理論の動画の中でおっしゃっていた、筋肉は弱い力で触れるということ、それによって皮膚や粘膜に張り巡らされた神経が反応活性化し筋肉が緩むこと、つまり触れるという行為そのものが直接筋肉を緩めるというのではなくて表面の神経が作用することで緩んでいるんだよという内容の動画を拝見したことから、それなら私のように神経が機能しなくなって触覚もほとんどない状態だったら果たして通常通りケアをしても効果は期待できるのかと思い不安を感じました。当時顎の手術をしていただいた執刀医の先生によると、神経は手術で、骨が移動したことによってたわみが発生し、本来の触覚などを司る機能が著しく低下してはいるものの、ほとんどの神経は温存しており、切断は、していないとのことでした。ですが逆に言えばそのうちの何パーセントかは切れてしまっているということでもあります。実際に口の中を舌で触ってみた感覚は触っている感じはあるものの、やはり上顎と比べると相当鈍くなっている感じがします。とにかく、筋肉を取り巻く有効な神経の数はかなり少なくなっていると思います。かっこ多分ですが、わからないのは神経は温存してあれば機能しなくても、筋肉を緩める作用があるのか、それとも触覚が衰えてしまったら、あるいは神経がなくなってしまったらケアをしてももう効果は望めないのか、そこのところを詳しく教えていただきたいです。それと、もう一つお聞きしたいのですが、リンパケアは必ず口腔からじゃないと緩まないのでしょうか。もし仮に筋肉がこわばっていること以外に、何も要因がない場合、特定の筋肉括弧口腔以外だけがずっと緩まないということは考えられますか。私の場合、体が歪んでしまったのは口腔が始まりではなく、以前も書いたのですが腰骨あたりの違和感が原因かなと思っているので、どこからケアをしたら良いのか教えてほしいです。以上です。相変わらず長すぎる、文章で申し訳ありません。ご回答いただけますように、それでは失礼いたしますということでした。で、まず一つずついきますね。まず最初に、リンパケアの動画のことでっていうことで、筋肉は弱い力で触れるですね、触れるっていうことで、神経ですね、神経ネットワーク系、皮膚とか皮膚膜とか筋膜膜組織の、神経の、ネットワークが活性しますよっていうことですね。でその辺の話がちょっと誤解されてると思うんですけれども、筋肉が緩むことが、緩むことは触れるっていう行為そのものが緩めてるんではなくて、神経が作用することで緩んでるんだよっていうことではなくって、触れるっていうことで筋肉は緩みます。で、それにプラスして触れるっていうごくごく弱い超微弱な刺激をで触れることによって筋肉は緩むし、プラスですね、プラスあと神経ネットワーク系で、神経ネットワーク系が発達する、要は強い刺激だと神経ネットワーク系は鈍くなっちゃうし、弱い刺激だとそのままなんですけども、ものすごくごく弱い刺激だとその刺激を受け取ろうとして、神経ネットワーク系は発達するんだよっていう説明をしたと思うんですけども、これがその神経ネットワーク系の作用で勝手に緩むんだよっていう話にちょっと変わっちゃってるような感じがするので、なのでまずその触れるっていうことで筋肉は緩むんだよ、でそれにプラスして神経ネットワーク系もその超微弱な刺激をすることで神経ネットワーク系がどんどん発達していくよっていう話にでした。で、こちらの方なんかはその顎の手術をしてっていうことなんですけども、執刀医の先生が書かれているように神経ほとんどは
温存してあって切断してないっていうことなので、これに関してはあの手術後ですね、手術後はどうしても切ったり貼ったりするので、引っ張ったり言われているようにたるんだりっていうことが必ず起きるので、それに関して感覚が鈍るっていうことはもちろんあるとは思うんですけども、感覚がゼロではないので、実際に書かれているように、あの全く麻痺してますっていう、あの麻痺というよりはちょっと相当鈍くなってるっていう、ゼロではないような感じがするので、で書かれてる通り、その有効な神経の数がかなり減ってますとか少なくなってますってことは多分ないのかなと思います。ただ鈍くはなってると思います。もちろん手術後なので、鈍くはなってはいるんですけども、そちらを僕らはまあしっかりリンパケアとかケアをして筋肉を緩めてあげるっていうことをすることで、あの今言ってるように神経ネットワーク系が発達していくことで、どんどん感覚も戻っていくのではないのかなと思いますね。なのでその神経ですね、神経系の数がかもうあの少なくて、ほとんどな、かなり少なくなってですね、かなり少なってなってしまったことで筋肉が緩まないのかというと、またそういうことではなくて、筋肉はその触れられるっていうことで、ここですね、例えば触れられるっていうことはここの、例えばここの反応なんですけど、この触れられたここそのものが、あの筋膜とかあの皮膚膜なんかも神経ネットワーク系でつながってるので、そのここそのものがその触れるっていうことに反応して緩むっていう反応をここで起こします。であと神経ネットワーク系は実際にここから全身ワーッといくネットワーク系なんだけど、ここで触れるっていうことにすることによって、ここの刺激を受け取ろうとするここの神経ネットワーク系も発達するんだよっていうお話なので、感覚が鈍いから緩みにくいっていうことでは決してないとは思います。まあ人によってその緩みにくい緩みやすいっていう方はもちろんいらっしゃるのはいらっしゃるんですけど、それによって緩まない、神経が鈍くなったから緩む効果はないよっていうことではないと思います、ね、であともう一つなんですけれども、リンパケアは必ず口腔からじゃないとダメですかっていう話ですね。で、こちらに関しては口腔からじゃないと緩まないのかっていうことは実はないです。筋緩なんかは実際に背中を直接緩めるケアだったり、腰痛の緩めるケアだったりがあって、そこだけ緩むことは起こります。で、僕らのリンパケアで口腔から緩めましょうねっていうのは空の理論ですね。体はあの筒でできていて、その筒が上から順々にこうつながってて、口から一応僕らの考え方は口口腔からスタートしていって、そこここから潰れることで胸とかお腹が潰れちゃうよ。なのでここを広げて整えるっていうことをすることで、ここも広がって整いやすくなるし、お腹も広がって整いやすくなるよっていうことなので、実際に口腔からじゃないとダメ、決して緩まないですかっていうと、別に手からでも足からでも緩む方法はいくらでもあります。ただ書かれてるところでちょっと気になったのは、以前にも書いた通り腰骨あたりの違和感が原因かなと思っているのでということなんですけども、これが以前のメールですね。で書かれてたように、その卵巣にウイルスが侵入して、それが原因でその腰骨が悪くなったよって多分話だったと思うんですけれども、確か病院の先生じゃなくて整体の先生がっていうことだったので、まあ実際にわからないですね。その整体の先生が例えば霊能力的にその何か見える先生で、そういうのが終えるんだったら、何歳だったかな、子供さんの何歳の時に入りましたよっていう説明だったと思うんですけども、とりあえず医学的に考えて言えば20歳とか大人になってから、その幼児ですね、確か3歳4歳だったかな、だったと思うんですけど、その頃にウイルスが卵巣に入ったっていう話を特定するのはまず不可能に近いと思うので、整体の方がその霊能力的なもので見えるんだよっていうんだったら、また全然違ってはくるとは思うんですけども、それが原因で体調不良を起こして、それで腰骨っていうのはなかなか考えにくいのかなと思います。ただ姿勢そのものは筋肉が緊張することで歪んでしまう状態っていうのはもちろん起こりますので、でそれが原因で腰が悪くなったり、腰骨がちょっと高低差があるっていうのはよくあることなので、ケアをしていっていくといいのかなと思います。ただ書かれてることが言われて今言ったみたいに口からではなくてもいいです。でどこからケアした方がいいですかということなので、ただし顎を切る手術をしているから、やっぱここなんでしょうね。ここからの違和感が
やっぱり全部来てるのかなとは思います。実際にあの切ってしまってる場合ですね、あの性もともと生まれ持ってるものがあって、それを何かしてしまうと結局その時点でちょっとズレが必ずできますので、ね、そのズレができたものを何とかしようと思ってもやっぱズレてるものはズレてるので、あのそうなった場合、まあ先天性もありますよ、生まれつきにそういうふうに生まれた方なんかはもうそういう形になってるので、そしたら体に負担のないようにケアをしていくっていう考え方が、あのケアをするとあの勝手に治るよっていう考え方は僕らはそもそもないので、その状態だったらその状態でケアして、その状態であってもどんどんいい状態ですね、あの快適に生活したいっていうことが可能になりますので、そういうふうにどん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 良くなっていこうねっていう考え方で言ってもらったらいいのかなと思います。でただ口ですね、口腔からだと緩みにくいということだったと思うので、今だったらあれかな、こうフェミタム回しとかが有効だと思うんですけど、ここがちょっと難しいよっていうことでしたら、足からですね、あの足指ワイワイとかでケアしてもらうのがいいのかなと思います。あと腰骨あたりの違和感っていうの、腰の高低差に関してはやっぱり足の大腰筋のケアなので、シェー体操なんかも有効だと思います。ただシェー体操がいきなりはもしかしたら難しいのかもしれないので、足指ワイワイとかそういうふうに末端っていうか手じゃないわ、足ですね、足の方から緩めるケアを試してもらってもいいのかなと思います。はい、こんな感じですね、ぜひ参考にしてみてください。はい、以上です。ありがとうございました。